皆様おはようございます。いや、ご無沙汰、ジン40歳。めっちゃいろいろありました。はい。まあ、ジンもコツコツ再開しまして、まあ、ええー、感じでことは進んでいるのかなと思いつつ、はい。そして、ジンさんのダイエットもちょっと頑張ろうかなと。ちょっと痩せたくないですか？ね、ちょっと落ちたでしょう。いやー、ほんまね、まあ、コツコツやっていきますわ。まあ、頑張ってベルタぐらい行きたいもんですね。はい。まあ、とりあえず当面の目標は、現役時代の通常体重にする、まあ、77、78にしたいですね。はい。でね、まあ、今日はちょっとあれなんですよ、ご報告です。はい。誰も待ってないと思いますけどね。はい。みんな、まあ、一応ご報告です。ジンお年、なんと、子供生まれました。いやー、ありがたい話で。ほんまにね、無事女の子です。はい。誕生しました。はい。今回あれですよ、マジ怖かったんですよ。結構、コロナとかぶったんですよね。はい。まあ、妊娠後期が。なんで、まあ、僕がなってもあかんし、まあ、嫁さんがなってもあかんし、やっぱ僕が移るってことは、なったら嫁さんに行くし、嫁さんになったら、新しく生まれる子供にも、母子感染ね、するんじゃないか、みたいなのがあったんで、いや、結構ね、緊急事態宣言明けぐらいから、ものすごい用心しました。はい。多分僕、4月、5月かな？で、会った人、10人いかんか、行くか行かんかぐらいの数っすよ。いや、ほんまにね、こればっかりは、細心の注意が必要かなと思いまして。まあ、陣落としを一番外出しない人生でやったかもしれないです。いや、そんなことはないな。もっと家出ないと多分あったわ。まあ、そんな感じでね。はい。うまいこと言ったんですけど、やっぱりこの中にありまして、もちろん立ち会いはアウトです。はい。まあ、入院するっていう時に、あれでしたね、荷物持っていくので、そのフロアまでは行きたんですけど、産婦人科外来か。産婦人科のフロアまで行ったんですけど、途中の、ナースの詰め所、はい、あるじゃないですか。あっこに行く前になんかドアがあって、そこから先は進めなかったですね。はい。まあ、ということで、まあ、立ち会いも無理じゃないですか。立ち会いも無理ってことは、見舞いも無理なんですよ。はい。なんで、僕はまだ、まあ、生まれてるんですけど、まだ写真でしか、赤ちゃんを見てないわけですね。はい。いどうなんでしょうね。なんか 前回、今、長男がおるんですけど、その時はね、ガッツリ立ち会えたんで、もうすぐ生まれたという実感があるんですけど、今回ちょっとまだ、まあ、会えてもない。で、立ち会えてもない。そして、我が子と会うのは、多分1週間後ぐらいなんですね。入院が1週間なんで。はい。いや、それまでなんか、そわそわするも、そわそわっすね。実感も全く何もわからへん。ほんまにおるんかなみたいな。そんなノリっす。多分今ほんまにね、あれっすよ。出産するとほんま大変やなと思いますわ。まあ、関西圏の人だったらわかると思いますけど、芽生えね。やっぱり大体看護師さんが取ってますよね、最近は。コロナ禍で生まれた子、そして新しい生活様式。まあ、子供らはね、それが当たり前なのでしょうけど、いまいちパパ、ママは多分、新しい生活様式に慣れるまで、相当な時間を要しそうな気がします。はい。いや、ほんまに、嬉しいですね。まあ、何になるでしょうか。はい。まあ、格闘技を好きになってくれたら面白いなという。
今日この頃です。はい、やっぱりね、好きこそものの上手なれと僕は思ってるんで、はい、好きになってくれたらいいですね。はいはい、まあ、そんな感じで、ジンさんのご報告でした。はい、いやー、ほんまにね、嬉しかったっすわ。はい、まあそんな感じで今度から格闘技のこともいろいろ話していきたいなと思いますんで、皆さんぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、祝バイバーイ。